はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今どんなお時間に聞いてますか？それでは今日もやってきました。今日は12月10日日曜日の収録となっております。それでは始めていきましょう。大山石和の気まぐれトーキングワールド、スタートです。イエイ。はい、ということでね、早速始まりました大山石和の気まぐれトーキングワールドということで、今週はね、日曜日更新ということですね。はい、それじゃあね、早速何の話をしていくか、まずはご紹介していきましょう。今日はですね、はい、一つ目、植物の歴史ってね、はい、二つ目、仕事が飛んだっていう話と、三つ目、キックボクシング始めました、ね、そして最近の朗読、この4本立てでお送りしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで聞いてってください。そしてね、感想コメント等もお待ちしてますので、ぜひぜひ、お題ボックスやコメントで、感想お待ちしてます。いいねもお忘れなく。はい、さあ、ということで、いろいろね、多分皆さん聞きたいことたくさんあると思うんですが、最初にね、まず植物の歴史についてお話ししていこうと思います。はい、植物の歴史なんか動画化するんじゃなかったんですかってね、お声が聞こえてきそうなんですが、はい、それやろうと思ったんですけど、いかんせんね、私こうまとめようと思いながらですね、時間がなくて、その朗読動画とかも作ってたら、もう結構ね、隙間時間に別の本も読んじゃってるんですよ。うん。例えば、今読んでるのだと、食事についてとか、睡眠についてだったりとか、そのリーダーシップについてだったりとか、あとなんだっけ、まあね、さっきのそのキックボクシングについてだったりとか、あと運動についてとか、うん。もうね、植物の歴史の勉強をし始めてからですね、もう4冊、4、5冊ぐらいですね、新しい本読んじゃってて、もうだいぶね、インプットとアウトプットのペースが合わなくなってきたので、これね、今からその植物の歴史についての動画を作るのはちょっとしんどいなと思って、じゃあどうしようかなって思った結果、そうだ、ラジオは毎週更新してるから、本読んだら、もうその読んだ週のラジオで話すようにしようということで、うん、今後はね、毎回ね、本を読んだら、そのトークテーマ一つぶち込むっていうことね、決めていこうと思っておりまして、なので、ちょっと書籍解説動画は、また別の機会にやります。はい。はい、もうちょっとね、別の機会でやりますので、お楽しみ。はい、ということで、今回はね、長らくお待たせしました植物の歴史について、ね、ちょこっとご紹介しようと思うんですけど、そう、植物の歴史と聞いてね、皆さん、植物の歴史って何があるんですかってね、どんな歴史があるんですかっていうことだと思うんですけど、まあ、植物の歴史はですね、まあ、人間の人類の発展とすごくね、密接に関わっているんですね。そうなのと、うん、まあ、今回はね、ちょこっとだけしか お話ししないんですけど、はい、ぜひ私の話聞いてね、ちょっと興味出ましたという方はですね、概要欄にこの本のね、リンク貼っておきますので、 Kindle 版もしくはね、なんだ、新書版っていうんですかね、はい、どちらかをご購入いただいて、ね、読んでみてもいいのではないかと思うんですけど、まあ、そもそもですね、これは私調べなんですけど、皆さん、世界三大穀物って知ってますね、世界 三大穀物、ね、よくね、世の中ではね、三大〇〇ってあるじゃないですか、ね、世界三大美女はっていうのね、クレオパトラ、ヨーキー、あと誰だっけみたいなね、はい、あともう一人ちょっと出てこないんですけどね、はい、だったりとか、なんだろう、世界三大宗教って言ったね、うん、とか言ったら、なんかそのなんだ、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教とかね、うん、はい、そういった感じで出てきますよね。うん。あとはなんだろう、3で出てくるの。ね。じゃあね、世界チャンピオンは、ね、金、銀、銅とかね、うん、人間3つにまとめがちってね。はい。何かあれば基本的にその3つにまとめるんですけど、その中で世界三大穀物といったらね、何がありますかってね。うん。まあ、これはね、答えからいくと、第1位は、小麦ですね。第1位がトウモロコシなんですね。トウモロコシ、ちょっと待って、トウモロコシが世界で一番作られてるんですかってね。まあ、日本人からしたら馴染みがないですよね。うん。でも皆さんの生活の周りもいろいろあるんですよ。例えば、お菓子で使うコーンスターチだったりとか、よく聞く加糖ブドウ糖液糖とか、ああいったのもこのトウモロコシができてたりとか、あと、コーン油だったりとか、まあ、チューインガム、スナック、あと、栄養ドリンクとかね。その他にも、
工業用エタノールとか段ボール資材にもこの、トウモロコシっていうのは使われているってされてるんですね。めっちゃ身の回りにあるやん、トウモロコシ。ね。うん。もしね、世の中ね、こう、今あるものをね、一回元の原料に戻そうってなったね、世の中多分その皆さんの身の回りはね、トウモロコシが溢れかえります。これもトウモロコシ、これもトウモロコシみたいな。これにもトウモロコシ入ってんのみたいなね。はい。それぐらいね、世界で必需品となってるのがこのトウモロコシなんですね。うん。あとはその、豚とかね、うん、家畜の餌にもなってるって話なんですよね。うん。で、その第2位、第2位なんでしょう。第2位は、小麦なんですね。小麦。小麦ってね。まあ、小麦はやっぱパンとかね。うん、いろんなのに使われますから。うん。まあ、なので、小麦とかそういった麦類ですね。がだいぶ多く作られてますよっていうところですね。まあ、小麦はね、パン屋さんとかもたくさんありますし、まあ、日本はね、どちらかというと米食文化だとは思うんですけど、まあ、それはね、世界的に見るとね、やっぱりこう、小麦の方が、強いかなっていうところで、第3位。ね、第3位は、お米なんですね。ここでようやく来た、ライスって思ったからね。はい。ようやく来ました。ライスでございます。ね、日本人も大好き、お米。ね。それ以外はもう日本以外でも、例えばね、中国だったりとかアジア系ですね。そういったところで中心で食べられたのがこのお米なんですね。うん。まあ、というふうに、世の中っていうのはね、すごくこう、植物と共に歩んでる歴史があるんですよーってね。うん。まあ、例えば、皆さんね、よく聞く、ほら、ね、人類の最初の文明は何ですか？って聞かれたね。メソポタミア文明とかね、エジプト文明とかね、インダス文明とかね、長江文明とか、黄河文明とか、アステカマヤ文明とかね、うん、こう、古代のね、文化の始まり、ね、最初にできたね、歴史が生まれたのはどこかって言ったね、まあよく聞くのはメソポタミア文明なんじゃないですか、とかね、うん。そういうふうに、まあ、そこがなぜ発展したかって聞かれると、そこには大きな川が流れてるから、水を求めて人が集まって、それでそこで文明が栄えたっていうふうに私たちは習ってきましたっていう方もね、たくさんいると思うんですけど、そのね、文明が栄えるには、この穀物とか、その中心となる食材があったんですね。植物と言った方がいいかもしれないですね。例えば、ね、さっき言ったメソポタミア、エジプト文明では、麦が主食だった。ね、例えばその小麦、とかね、うん、でパンを作る、でそういったのは大麦はね、そのお酒の原料になりますよね。前ね、飲み物の歴史のね、ご紹介させていただきましたね。そこでもやっぱ麦っていうのがその肥沃三日月地帯ですね、うん、皆さん覚えてますか？均等中域、イランとかね、うん、あの辺ですね。でその麦が大量にできたことによって、その麦を主食としてメソポタミア文明だとかエジプト文明が発達したんですよってね。そうなんだ。じゃあ中国は何ですか？中国はね、中国はちょっと聞きたいですっていうと、まあ、中国は黄河の方は大豆。大豆って、ね、大豆も栄養価が高いってよく言うじゃないですか。ね、豆腐が体にいいよとか、豆乳いいよとかね。あとは、インダスとか長江ですね。まあ、これも中国とかその辺ですね。そこは稲なんですね。米ってね。そう、米はね、麦とかより何倍も生産量が多いんですね。その一つの単位、同じ分量で作られる量としては、稲の方がね、圧倒的に、こう収穫高が高いから、稲もね、すごく主食として役に立ちましたよ、つってね。うん。で、あと他にもね、南米インカ文明ってね、インカ帝国の謎、みたいなね。そのインカ文明っていうのも、まあ、古代にあったわけなんですけど、インカ文明で好まれた主食とされた、じゃがいも、なんですか、じゃがいも、なんか意外、ゴツゴツしたやつ、みたいなね。皆さんもよく食べますよね。うん。これも比較的どこでも栽培しやすいし、栄養価も高いということで、すごくね、貴重な、食料とされてた。うん。そしてね、今、世界第1位の生産量を誇るトウモロコシ。これはね、どこで食べられてたかというと、アステカマヤ文明なんですね。そうなの？ですね。うん。そうなんです。はい。そんな中で、じゃあトウモロコシ、これね、すごくトウモロコシ結構私この勉強してて面白いなって思ったのが、トウモロコシって宇宙からやってきた食材なんじゃないかって言われてるんですね。どういうことね。なんか早速世界で一番作られてるトウモロコシが急になんかこう謎めいたね、ミステリーな植物なのね。うん。
そう、早速ね言われるんですけど、まあ、なんでかっていうと、トウモロコシって食べる部分ってこう、あの葉っぱの中にあるじゃないですか。で、あれって種子なんですね。種子っていうことは、植物がこう繁栄していこうね、よりこう自分たちの育成されてる場を広げていこう、子孫を残していこうと思ったら、種子、種を落とさなきゃいけないわけですね。ただ他の植物っていうのは、種が空に飛んでいくようにとか地面に落ちるようにっていうふうにこう進化してるんですが、トウモロコシだけは種子が中にありますよね、葉っぱの中に。ってことは、その葉っぱをどかしてあげないと種子が外に出れないんですよね。でトウモロコシ、皆さん葉っぱ付きで買ったことある人分かると思うんですけど、葉っぱって剥かないと落ちないじゃないですか。で剥かないで置いとくと、そのままその種が腐っていくじゃないですか。そうだから、進化の過程的にこれはおかしいと、種が広がらないじゃないか、この発達の仕方は。これはなんか人為的にその食べられるように種子を安全上ちゃんと守って、その種子を食べる人がちゃんと食べやすいように作られてるから、これは進化の観点でおかしいと。でトウモロコシの祖先にあたる植物というものが見つかってないっていうふうに言われてるんですね。でとはいえ、その近縁と言われる、まあ、近しいね、親戚みたいな植物はこれかなみたいなね、学者さんが言ってるようなのもあるけど、でもその植物を調べたら、その植物の親戚はいないっていうふうに言われてるんですね。じゃあトウモロコシは一体どこから来たんですかとか、トウモロコシはどの祖先の植物たちにこう育まれてきたんですかって言われたら、それは学者たちの中でも謎めいているって言われてるんですね。だからこそ、これは宇宙人が遥か昔に地球のために持ってきた植物なんじゃないかって言われてるんですね。だからこそ、すごくこのトウモロコシっていうのは汎用性が高くて、さっき言ったようにね、コーン油になったりとか、コーンスターチになったりとか、そういったね、チューインガムとか栄養ドリンクに入ってたりとか、工業用エタノール、その他バイオエタノールみたいなね、にもなってるんだよって聞くと、その汎用性の広さはえげつないですよね。他の例えばね、ナタネ油とかね、ナタネとかそんな風に使われてるって聞かないですよね。でごま油とかね、ごまとかもそんなそこまで使わないですよね。だからこそ、すごく不可思議な植物って言われてるんですね。いやだからミステリアスってね、いいなって思いましたね。であとはね、何が紹介しようかなと思ったかっていうと、桜ですね。はい、皆さん桜は好きですか？はい、私は桜大好きなんですけど、桜ってもともと何の植物だったか、例えば花見をしますよね。皆さん花見の起源って何ですかって聞かれて答えれる人いませんよね。はい、いやこれからね、今もう年末ですけど、あと4ヶ月とかねしたらね、ちょっと最近ね、地球温暖化始まってますので、3ヶ月後とかにね、これ地球温暖化がねの影響で花見を始める人とかいると思うんですけど、その時、これなんで花見ってするのって聞いた時に、日本の文化だからとか言ってる人、じゃあ何の文化って聞かれた時に、どういう思いでやってる文化なんですかって聞かれたら、大体の人がこう答えれなくなりますね。みたいなね、親睦を深めるみたいなみたいな例えばハロウィンっていうのは収穫祭っていうのありますよね。もともとの起源は、収穫祭だったんだよってね。だから七五三とかはね、私明確に言うから、子供の、ね、健康を祝ったりとか、っていう意味があるじゃないですか。じゃあ花見は何のイベントなのって聞かれたのに、あれはですね、もともとは、花見っていうのはね、とか5月っていうのは田植えを始める時期って言われてるんですね。でその田植えの神様はさね、ひらがなのさでその田植えの神様を表現してたと。さっていう言葉は田植えの神様を、表現するのがさっていう言葉なんですけど、だから桜が咲く時期っていうのは、その田んぼの神様がその桜に舞い降りて、これから田んぼの時期始まるよっていうお知らせとして、桜の開花イコール、田んぼ始める時期っていう風にされてたんですね。だから、桜っていうのは、しかもそのさね、田んぼの神様ささんですね、ささんがより白になる、舞い降りる木としてあるので、桜ってね、風に言われると。で、その神様がね、より白として、さが、その桜に舞い降りるんですね。ヒュルルルルってね。で、それで花を開花させる。
だからみんなでこう桜の木の下に集まってこうどんちゃん騒ぎして、神様と一緒にこうなんだ祝う、これからこう田植え始まるよとかね、うん、そういったものを祝うためにこの、桜というものがあったと、うん、だから例えば5月はね、さつきですよね、うん、さつきっていうのは5月がその、田植えを始める時期で、田植えの神様イコールさだから、さの月でさつきっていう風になってたりとかで、聞くとそうなんだってね、なかなかこう奥深いと言いますかね、うん、あ、桜ってそういう意味があったんですねっつってね、うん、ね、っていう風のがあったりとか、はい、まあ、他にもねちょっといろいろあるんですけど、これ以上話していくとね、だいぶこのなんだ植物の歴史だけね止まんなくなっちゃいますので、はい、終えていこうと思いますけど、まあ興味がある方はぜひね概要欄に本貼ってますので、リンクそちらから、ご購入して読んでみてください。まあ、そのうちねまた気が向いたら、ゆっくりとこれについての、なんだ専門動画作っていこうと思ってますので、お楽しみいただけた。はい、では次のテーマに移っていきたいと思います。次のテーマは仕事が飛んだという話ですね。イエイ。はい、ということでね、仕事が飛びましたというねお話なんですけど仕事が飛んだってそんななんか楽しそうに話すことなんですかっていうね、うん、質問とか来そうなんですけど、まあそういうもんですね。はい、何の仕事が飛んだかっていうと、先週のラジオで、いや、来年の仕事が決まったんですよ、みたいなね。それに向けて気合い入れていこうと思ってるんですよ、っていう話はね、したと思うんですけど、それが、この一週間で飛びました。まあ、なぜかというと、まあ、スケジュールの関係で、ちょっと、難しそうですね、ってなって、まあ、それ、もともとその、オーディションを受けてる時点から言ってたんですけどね、つってね。うん。で、それでも、OK って言うから、あ、このスケジュールでもいけるんだ、と思って、で、私はね、あ、じゃあありがとうございます、ってね、採用いただきありがとうございます、って言ってね、その後、またその、詳しいスケジュール調整してったら、なんか、スケジュール的に無理そうですね。ちょっと今回はなかったということで、お見送りで、お見送りになるんかーい、つってね。うん。すごい期待してたのに、ね。来年一番力入れようと思ってた仕事だったのに、ね。うん。そんなこんなでチーンってなってたんですね。もう涙ピエーンみたいな感じになってたんですよ。はい。ってなってたところに、はい、ここで、うん、仕事が飛びましたってことね。うん。まあ、ここでね、じゃあ何を学ぶかっていうとね、うん。まあ、この話聞くとね、皆さんからしたらね、仕事が飛んだんだったらもうちょっとなんかショックじゃないですかみたいな。しかも来年一番頑張ろうと思ってた仕事なんですよねって思う、言う方いらっしゃると思うんですけど、まあ、でもエンタメってそういうもんだと思ってます。うん。そう、結局ね、なんだろう、使われる側ですので、うん、そうね、使う側の、なんだろう、ね、合わないってなったらね、まあ、切られるものだな、みたいなね、まあそういうもんですから、みたいなね、うん。で、そこにね、一喜一憂しててもダメなので、うん、またコンスタントにね、オーディションを受けながら、また来年のね、仕事を取っていこうかと思っております。はい。ですので、皆さんもね、ぜひいい仕事あれたらご紹介お待ちしてます。ちゃんとね、営業しておくってね。営業活動やめて。急にラジオで営業活動しないでってね。うん。で、そんなこんなで、次の話、キックボクシング始めましたにも繋がっていくんですけど、なので、ね、次の話はキックボクシング始めましたに移っていきたいと思います。はい。ここからね、キックボクシング始めましたなんですけど、まあ、これもね、この一週間の間に起きた出来事なんですけど、そう、今回こう仕事が飛びましたってなって、なんかちょっとウェーンってなってですね、マジか、みたいな。すごい気合入ってたのに、みたいなね。で、そこでよくよく考えたんですよ。うん。やっぱ、なんかこう、自分が本気で取り組む、まあ、仕事はちゃんとしますよ。はい。これでね、仕事側を本気でやらないんですかとかってね、謎の意見がね、出てきそうなんで、先にその意見を潰しておくんですけど、はい。仕事はちゃんとやってるんですけど、それ以上にこう、熱意を持ってとか、こう、なんだろう、本気でやるものって、その、やっぱ、最終、自分の意思でどうにかなるものに、やっぱこう、力をね、こう、熱意というか、うん、気持ちを、こう、気持ちの比重としてはそっちに置くべきだなっていうのをすごく感じまして、っていうのもこう他の人が関わってくるもん、例えばそのお仕事とかそのっていうのは私一人じゃできないですね、特に舞台とかそういうエンタメ業って、ね、そこに比重を置きすぎると自分はこうしたいし、ああしたいし、どうしたいしっていうのがありすぎて、そのじゃあ他その例えばね、使うその雇用先の人たちが NG って言ったらそれができなくなったりとかするじゃないですか。そうなるとフラストレーションがたまるじゃないですか。で、その人たちも悪気があって言ってるわけじゃなくて、いろんなこう折り合いをつけて、その上で、折衷案とか、その妥協点とか、
どうしても どことの関係もあってみたいな感じでその案を提示してきてて、それを飲み込めないってなると、まあお互い気持ちよくないよねみたいな。あっちもあのどうしようもなくこうしてほしいですって言って、いやでも私はこうしたいんですってなると、まああんまり良くないじゃないですか。みんながお互いこうそのより良いものを最終的に作ろうと思った結果の折衷案がそこですと、うん、じゃあ私もそこに、まあ、あの自分のね、あのなんだろう、我欲であったりとか自分のなんだろう、あの独りよがりな気持ちをこう当てにいくんじゃなくて、私もその中でじゃあできることを考えていこうってする方がいいかなって思ってて、そうなってくると、うん、そこに自分一人のこうなんだろう、あの気持ちをそこにフォーカスするんじゃなくて、うまくみんなと協力して何かを作っていくっていうのと、その自分はこうしたい、自分はこういうものをこうしていきたいっていう、まあ独りよがる部分っていうのは分けた方がいいなって思ってて、そう、独りよがるパートとみんなで協力するパート、これはしっかり分けた方がいいのみたいな。うん。だからこそ、あの仕事は、このみんなで作るもの。うん。じゃあ一人でやるものは何にするかって時に、というものをしっかり分けようと思って、そこで考えたのがキックボクシングだったんですね。なんかあのいまいちこう辻褄が合わないですっていう方もねいらっしゃるかと思うんですけど、まあキックボクシングって、そのあ私がね何を求めてるか先に言いましょう。私が今求めてるのはもっと刺激的なのとか、もっと自分に裁量権のあるもの、自分が思ったように動かせられること、そういうなんだろう、お仕事っていうか活動って言った方がいいかな。例えばこの、あの YouTube のねラジオとかもそうですよね。私の裁量権でやってますよね。うん。私はこうしたいからこうする、こういう風にしたいからこうするっていう風にどんどん自分で改善していってますよね。うん。でそれを体を使うこともそういったのを増やしていきたいな。で舞台っていうのはどちらかというと裁量権少なめですよね。うん。なので舞台は舞台。うん、じゃあよりこう自分のそういう体を鍛えるとか体を動かすっていうことで刺激的なもの、もっとこうドーパミンとパーって出たりとか、もっとブワーってこうあの生きてるとかね、こうあのなんだろう、こう苦難味わえてるとかね、うん、そういったなんだろう、こうヒリヒリする感じ、うん、肌がひりつくみたいな、そういう刺激的なものを何か一つ持ちたいなって思った時に、やっぱ、昔から、ね、格闘技したいなって思ってたんですよ。で、あの、いつだったかな？いつかのラジオで言ってたと思うんですけど、いや、おいおいね、格闘技もやろうと思ってますって話をしてたと思うんですけど、このタイミングだって思いました。はい。というのも、仕事が飛んで、チーンってなってた時に、いや、この、ね、来年、気合入れてやっていくんやってね、こう、すごい、熱意高まってたのが、シューンってされて、うマジかーってなった時に、このなんだろう、どこにもやりようのない気持ちどうするって決めたら、今やるんや、今ここでキックボクシングというものを始めるんやって思ってね。うん、それでこの熱い思いを、今キックボクシングぶつけるんやって思ってね。なんだろう、やっぱお見送りでーって言われる前日になんとなくそうなりそうだなって予感がしたんで、このままお見送りでこうポンポンって置いておくと、多分ねメンタル的にシューンってなりそうだったんで、もうその前日ぐらいに多分これダメになる気がするから、あのメンタル保護メンタルケアのために別の楽しみ作っとこうって思ってね、キックボクシングの体験予約入れとこうっつってね。でその通知が来てね、チーンってなりそうかなって思ったら、あそうでしたか、分かりました、じゃあまたご縁があればよろしくお願いしますってご連絡返して、よっしゃあと2日後にキックボクシングの体験行くでみたいな、ちょっと気合入れていこうみたいなねちゃんとメンタルケアをしてるってね。はい。その結果始めたらやっぱねいいっすよ、楽しい。うん。でこのキックボクシング始めたことによって目標ができたんですよ。どんな目標ですか磯さん、また次何やらかすんですかってことね、思ってる方いると思うんですけど、私はね来年にはこのキックボクシングの試合に出ようと思ってます。アマチュアの試合です。まあプロはねまだまだなんで、アマチュアの試合に出ようと思ってますね。でキックボクシングとボクシングの違いが分かんないですっていう方もいると思うんですけど、ボクシングはプロになろうと思ったらライセンス、資格を取らなきゃいけないんですけど、キックボクシングは実績さえ叩き出せばプロになれるんですよ、何歳でも。ボクシングは年齢制限があるんですけど、キックボクシングは年齢制限ないんですよ。だから実績さえ積めばプロの大会にも出れるっていうところで、とりあえずね、私これから、ちゃんとミュージカルも続きますよ。はい、舞台とかもオーディションもしっかりやりながら、むっちゃね、体鍛えてね、もうすでに私今、この辺全部ね、筋肉痛なんですけど、
そう、体鍛えて、来年はね、このアマチュアのキックボクシング大会に出て、まあ、まずは勝利を収める。もう私、戦いたいんです。すいません、なんだろう、どんどん話逸れていくんですけど、そう、私はね、戦いたいんです。そう、なんだろう、こう、肌がひりつく感覚を味わいたいんです。誰かと戦いたい。ね、それこそね、そのキャッチに出てた時は、毎日が修行だと思ってたんです。毎日体ボロボロになりながら、もう、その日できる全力を出し尽くしても、これでもか、これでもか、ね、毎日そのね、すごい、ね、大先輩たちの中でね、俺も戦えるんや、俺もあなたたちに負けてまへんで、私もまだまだやれるんやで、つってね、日々ボロボロになりながらね、日々こう、切磋琢磨してたと思うんですけど、もう、やっぱね、その刺激が欲しいっすね。やっぱこう、あ、俺生きてるとか、あ、俺、今、すごい生きてるわ、みたいなね。うん、この生死の境をさまよってるわ感とかね、その何だろう刺激が欲しいです。それでそのためにはね、やっぱ誰かとぶつかり合うんだってね、それをね、こう日常で急にやったらね、ただの暴力沙汰ですので、ちゃんとルールにのっとった上でやるってのはね、やっぱ格闘技なんですよ。で体験やってきても、あ、やっぱ性に合ってるなみたいな、なんかこうすごい冷静になってね、一つ一つの動きをちゃんとね、基本を固めて、でその上でね、こう相手のこうどういう風に出てくるかとか見ながらね、やっていく、すごい楽しいんですよ。集中できるしね。なので来年の目標はですね、はい、アマチュアの大会に出るということね。そのためにね、今月始めて、来年ね、ちゃんと1年その1月からも早速ね、スタートを切れるようにもう準備しております。はい、もう来年の2024年の準備にめちゃくちゃ取り掛かってます。はい、なので皆さん、来年は大山がね、今回何々の大会に出てきましたね、出てきて一勝収めてきましたっつってね、勝利報告お楽しみください。でね、目標はね、再来年とかね、それぐらいまでに、そのアマチュアの中でもね、そのランク高い人たちとか、そういった人たちと戦って勝てるように頑張っていきたいと思ってます。はい、っていうね、本当、磯さん今後どうなるんですかみたいなね、すごいですよ、ね、一人の時はね、本を読み朗読動画を上げてます、休みの日には茶を立て、花を立て、香りを味わい、茶器を作り、そして書を書きますかと思いきや、とある日には拳を立てて人と戦ってますね、血を流し、汗と涙を流し戦ってます。またある時には舞台の上で歌い、踊り、お芝居してます。どういう人ちょっと、いろいろもうなんか情報過多です。情報過多すぎて一回止めます。やめてください。動画ストップはやめてください。はい、ね、そんなことになってますね。もうね、そう、まあね、これ自分で言うのもなんですけど、私ね、刺激中なんだと思います。もうね、刺激が欲しくて欲しくてたまんない。なんか生きてるとかね、こう、生命とかね、命みたいなのね、を、こうが燃えてるぜ、みたいな、魂燃えてるぜ、とかね、命燃やしてますぜ、みたいなね、寿命を減らしてますぜ、みたいなね、そういう、なんだろう、ギリギリを生きてる感、いつもギリギリで生きていたいから、みたいな、ああ、みたいなね、はい。ね、青春アミーゴですよね。青春アミーゴしたいですね。やめて、急に全然うる覚えすぎる青春アミーゴ歌わないでくださいってね、方も出てくるかと思うんですけど、はい。なので、ぜひぜひ皆さんね、お楽しみ、応援メッセージ待ってますね。そして私がね、そのキックボクシングでね、こう乗り上がってってね、試合、いい感じの試合できますってなったのにね、ぜひ皆さん応援駆けつけてください。はい、チケット代調べておきました。安いです。はい。アマチュアの試合はですね、観戦料2000円です。はい。舞台業界のね、舞台を見てる方とかからしたら、安っつってね。どこぞのチケットよりの金額の6分の1ぐらいってね。6回見てちょうど、1回分の、あれやーみたいなね。6分の1ぐらいです。はい。2000円ね。はい。ですよね。私がね、アマチュアのね、なんだろう、決勝トーナメントみたいなね、チャンピオン決勝トーナメントね、決勝戦大山磯和対誰々ですよね、皆さんぜひ応援に駆けつけてくださいね。はい、1回の観戦料2000円です。やめて、ちょいちょい営業挟んでこないでっつってね。はい、そんなこんなでね、私今もね、日々楽しくやっております。はい、じゃあ最後にね、最近の朗読についてやっていきたいと思います。
はい、ということでですね、ここからね、最近の朗読というね、テーマでやっていきたいと思うんですけど、はい。最近の朗読がね、グリム童話とか、アンデルセン童話とか、あとはなんだっけ、日本昔話っていうのをやってるんですけど、まあ、なんでね、急にそっちの方にしたんですかっていうと、ホラーとかミステリーとか、そういう朗読やってみようと思って、何作品か見てみたんですよ。うん。まあ、見てみた感じね、なんかちゃうなーっていう感じがしたんですね。うん。なんかこれは今じゃないって感じがしたんですね。うん。例えば、血の杯っていうね、うん、作品とか読んだんですけど、このホラー系かな。うん。読んでみて、今これかって言われたら、ちゃうよなーって思って、なんか違うんだよなーって思ってね。それで、なんかやっぱこう、私はね、童話とか、そういう、なんかこう、ファンタジックな方がいいな、みたいな。うん。で、もうちょっとね、私のこう、なんだろう、中二病と言いますかね。中二心みたいなのね、養っていきたいな、みたいなね。うん、子供心というかね。うん。なので、まあ、その中でいろいろ見たのが、まあ、アンデルセン童話とかグリム童話は、すごい鉄板だし、みんなも知ってて、まあ、見やすいかな、みたいな。急にいきなりですよ、私の動画で、血の杯。小野なんちゃらさんとか出ても、なんか急にどうしたってなるじゃないですか。だから、なんか、もうちょっとね、皆さんが馴染みのある作品からやっていこうかな。うん。で、今、その、青空文庫さんのね、朗読を読んでるんですけど、それで今、その、青空文庫さんにアップされてる、アンデルセン、グリム童話、で、日本昔話、この辺をトータル読み終わったら、まあでもね、言うて何十作品ってあるんですけど、何十何百ってあるんですけど、それを全部一通りやり終わったら、もうちょっとその文学に近いもの、例えばシャーロック・ホームズとかね、これ、この辺とかアップしてる人結構いるんですよ。で、芥川龍之介とかね、太宰治とかね、うん、銀河鉄道の夜とかね、うん、そういったちょっと固いものにしていこうかなって思ってたりとか、うん。でね、やっぱグリム童話とか読んでるとね、なんか面白いっすよね。うん。あ、そうだ。それで、コメントも来てるので、コメントも紹介しておこうかな。そう、私のね、朗読動画にですね、ちょいちょいね、よくコメントくださるね、もいもいさんっていう方からね、コメントであったんですけど、そう、悲しいお話ですが、あ、これ、スーホの白い馬へのコメントですね。悲しいお話ですが、心温まるお話でもあります。昔はいろんな理不尽なことも受け入れて、人は強く生きていたんだなと思いました。ね、ありがとうございます。で、白い帽子、可愛いお話です。ハートつってね、ありがとうございます。で、白い帽子可愛いですよね。うん。で、赤い靴、ね、難しくて、内容全然わからなかったです。キリスト教を勉強しないとわからないかな。ね、アンデルセンの童話なん難しいってね。2回聞いて少し分かってきました。厳しいな。何回か読みたいと思います。つってね。うん。そう、アンデルセンとかグリム童話は、結構ね、多分ね、宗教観もあるんで、その、クリスチャンとかそういった世界観が分かってないと、ちょっと読みにくい分、理解しにくい部分もあるかな、みたいな。で、赤い靴に関しては、まあ、これ多分クリスチャンなんですね。うん。で、なんでこうなったかっていうと、まあ、やっぱ、まあ、日本も一緒じゃないですか。仏教とかお寺とか行くときに、まあ、できるだけ、ね、こうシンプルで、あんまりこう、華美な服装じゃない方がいいよねっていうのがあるじゃないですか。例えばなんだろうね、お寺に行きますっていうときにね、なんかこう、背中に羽つけてね、こう、カーニバルみたいな格好で行ったら、アホじゃないのみたいな。どうしたつって。神社とか、そのお寺にそういうのつけてこないでください、みたいなね。うん、なんかこう、ギラギラしたね。なんかスパンコールビッシャーなね、服装でね、こう、なんだろう、神社とかね、うん、お寺とかに来られたら、どうしたのかなみたいなね。この人何しに来たってね。いきなり歌い出すかなここでってなっちゃうじゃないですか。うん。やっぱりその場にあった服装っていうのがあるわけですね。うん。じゃあ逆にパーティー会場にね、パーティー会場にジャージで来たらどうしたってね。もうちょっと清掃しておいでって突っ込みたくなりますよね。うん。それで言うように、まあ、教会に行くときは、やっぱり、こう、清楚な、まあ、清楚って言うと何をもって清楚とかにするのかにもよると思いますけど、まあ、できるだけ、まあ、例えばね、そういう色があんまりないのがいいよねっていう、なんとなくイメージ。司祭さんとかって白を着てるイメージがあるじゃないですか。とか、あとあれ、なんだっけ、名前出てこない。名前出てこない。あれです。あ、天使にラブソングの、シスターさんとか黒服じゃないですか、みんな。うん。ああいう風にできるだけ、派手じゃないものが良しとされてるんですね。そんな中で、まあ、教会にね、うん。
その協会でイベントが起きますと。イベントやるときに赤い靴履いてっちゃったらどうしたつって、どうしたこの子みたいな。今日みんなね、その黒い靴で来るのが当たり前ね。あのお葬式とか黒で行くじゃないですかね。お葬式に赤いハイヒール履いてきたらどう思います？ちょっと この人どうしたってね。常識ないのかなとか、マナー知らないのかなってね、なりますよね。うん。そういう風に、まあ、教会行くときも黒靴がいいよねって言われてたんですよ。そのイベントごとですからね。イベント時に、こう、教会行くってなったら、黒い靴がいいよねって言って赤い靴で行くし、で、それで一回痛い目見たのに、また赤い靴で来やがったこの野郎つって、うん、そういう悪いことをする子にはお仕置きが必要だねつって、そのずーっと踊らされるんですね。で、ずーっと踊らされて、こう、その、踊らされる刑に処されるね、女の子は。踊らされる刑に処された女の子は、ね、もう嫌だつってね、足を切ってつって足を切るんですね。うん。それで、もう悔い改めましたつってね、その子を悔い改めて、こう一生懸命、その、まあ利他的に、うん、うん、子供とかそういった、まあそういった人たちのために、他人のために一生懸命生きてたら、そのまあその世界のね、天上の人々、まあ神様だったりとか天使とかに迎えられて、まあ幸せな、うん、死後を迎えましたっていう話ですかね。だからこれは教訓として何を言ってるかっていうと、うん、ちゃんとマナーとか節度を守りましょうよーっつってね、うん、っていう話だと思います。マナーとか節度を、をマナーとか節度とか、うん、そうですね、その辺をしっかり守りましょうと。うん、その辺守らないと、その辺もしっかり神様たち見てますからつって、ね、うん、悪いことしなければいいっていうわけじゃなくて、その日々の生き方からしっかり気をつけていきましょうつってね。で、それが、できてなかったとしても、ちゃんと、あ、これは悪いことでしたって認めて、ね、ちゃんと利他的な生き方をしてれば、最終的に神様はあなたのことを救ってくれまんねんっていうね、そういう話です。そういう世界観が、クリスチャン、その、キリスト教内では、大切にされてるよっていうのを広めるのが、この赤い靴なのかなっていうね、はい。そういうふうに私は分析してます。はい。ですので、まあ、赤い靴を、読んでね、学びになりましたっていうところは、うん、まあ、日本風に言うんだったら、日々お天道様が見てまんねんって、ね、うん、その悪いことをしないことがいいんじゃなくて、うん、ちゃんと節度を持った、ね、マナーとか礼儀とか、重んじる生き方をしないとお天道様見てまんねんってね、うん、その上で、ね、何かやらかしちゃったって言っても、うん、やらかしてもちゃんとね、そこに悔いて、うん、その分、利他的に生きれば、それもお天道様見てまんねん、ね、ちゃんと生きてればお天道様がね、いい死後を約束してくれまんねんっていう話なんですね。すごいざっくりまとめてですね、はい、っていう話だと私は解釈します。はい、いかがだったでしょうか。まあこれからもね、どん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 アップしていこうと思ってますので、はい、お楽しみいただけたらと思います。まあね、仕事が飛んだり、キックボクシング始めたり、朗読の内容を変えてみたりね、ひたすら本読んでみたりと、うん、磯さんはね、何をしてるんですかって聞かれてね、うん、いろんなことをしてます。そしてね、より高みに、より高次元なね、世界にね、行けるように、高次元の人間になれるよね、うん、日々頑張っておりますので、ぜひぜひ皆さんも、ね、引き続き私の活動を応援していただけたらと思います。それでは、またお会いしましょう。以上、大山石和の気まぐれトーキングワールドでした。またお会いしましょう。